はい、それでは真のミカさん1から2人レッスンします、うん、ちょっと暗いけどね、味があるよ。雨の裏町、昭和の明かり、トーモスのれんの店ならあるが、そう、ちょっと暗そうだなっていう雰囲気は分かりますよね、だけれどもね、あまり重いの一点張りじゃなくて、ちょっと軽さ、小気味よさもちゃんと、まあ、サンドイッチしてあげながら歌い進んであげると暗くならないと思いますよ。それからこの歌の特徴としてはとても音低いですから、ちょっと低くて歌えないって方はぜひね、上げてくださいね。現状でレッスンしてます。あとはね、余裕のある方はですね、もうちょっとだけピアノ大きくしようかな。余裕のある方はです、例えば雨の、これまっすぐでもいいんですけど、少しね喉の力を抜いてあげてね、雨の、難しいよね。なんかね、例えば日常の動作だったらね、あーとかいう時って一応揺らしてるんですね、音をね、あーじゃなくてあーって言ったりするでしょ。それがビブラートの元だから、あーめのとか言って練習してみたら、ひょいっといいのが歌に出てくるかも。あーみたいな感じ、あー知らないよみたいなやつね、そういうのちょっと挟み込んであげると、おこの人やるなっていう感じになりますね。さあその後どうなるのかな、雨の裏町、昭和の明かり、ともすのれんの店ならあるがね、その後さあどうなるのか。この町売って一つの傘でおいらが生まれたふるさとで、おいらと来ました。主人公は男でしたね。おいらですよ、俺じゃなくておいら、どうですか。俺とおいらの違いを箇条書きにして書いてみましょう。俺の方がかっこよさそう、おいらの方がちょっとドジっぽそうとか、親しみやすそうとか、うん、庶民的とか、なんだろうね、丸顔な人かなとか、そんな感じでしょうかね。私の場合ね、俺じゃなくておいらですね。まあ例えば俺だったらね、例えば俺についてこいってかっこよくプロポーズするとかなんですが、なぜおいらかっていうとね、まあこの町売って、売り飛ばすの売るですね、この町売って一つの傘で、おそらくですね、都会を捨てて田舎に帰らねえか二人でと、俺の田舎にという話なんですね。なのでおいら、このおいらはね、とてもね、なんつったらいいのかな、高くて美味しいお出汁みたいな、目立たないけどとてもいい仕事をしている言葉だと思います。おいら、おいらって使わないよね、おいらっていう人今いないよね。おいらが、おいらが、この言い方、歌い方もぜひ皆さん研究してください。女性でもそうですよね、おいら、どういうちょっと温度がある感じしませんかね、ぜひ研究してください。でおいらが、生まれたふるさとで、ごめんなさい、って唾引っかかっちゃったんだよ。最後また低いですよ。出直ししない、あ、ごめんなさい、出直ししないか、しないか、ここはしないかって、いいをずるって引っ張らないで、めんどくさいけどいいを何個言えばいいんだ。しないか、全部で3つ、しないかで、1個目の「い」は重くて、2個目と3個目は軽メニュー、そうすると「しないか」、こんな感じね、全部同じにすると「しないか」、「しないか」
ね、この辺すごい細かい話ですけれども小技聞かせてくださいね。しないで音が下ってる、いいか登ってる、ね、これで、言葉の何ですかの押し出し方、音の押し出し方をちょっと書いてあげるとすごくいいニュアンスになりますよね。ちょっとしつこいけどもう一回、しないかこんな感じ。最後1から2人、タイトルと同じ言葉がフレーズとして出てきますから、1からのあのって歌うんですけど、いを2個言ってください。1からいつながってますけど、本来のいというところの前にいをつなげてあげてください。後ろじゃないですよ、前にいフライングして、1から2人となります。すごく歌いがいありますよ。地味だけど地味派手だな、うまく歌うといい歌だ。通して歌います。3、4、雨の裏町、昭和の明かり、店ならあるが、この町うって一つの傘で、おいらが生まれたふるさとで、しないか、一から二人。最後あんまいいってやらなかったな。まあいいか。ね、そんな感じでちょっとこうグイッとえぐりながら低いところね、軽さも出しながら、あ、いろんな糸で綾を編むような感じで歌っていただけるといいと思いますね。技量も必要かもしれないけど、最初の大事なのはやっぱりハートです。1から2人レッスンでした。またね。